平和を愛する諸国民を信用していますと言ったからって狙われないわけではない。平成最後の終戦記念日を迎えました。私が学生だった頃、学校ではですね、平和は何よりも大切よなんて教わりました。いや、その通りだと思います。ただね、この人たち日教組で目の前で絶賛米ソ冷戦中ということはあまり触れない。むしろソビエト上げ、ソ連上げのアメリカディスリみたいな感じでね、何見てんだろうなんて子供心に思いました。そして、世界に目を向ければ、もう絶賛戦争中、中国、インド、パキスタン、ここら辺で年から年中どんからどんからやってて、中東の方ももちろんそう。そしてあのイングランドが、アルゼンチンとフォークランドで、なぜか我が国では紛争と言ってますが、事実上の戦争をしていました、のでもう平和って何なんだろうなと、不思議に思っておりました。しばらくして大人になってこんな言葉を知ります。平和というのは戦争と戦争、戦争と戦争の間にある、まあ、ごく限られた珍しい時間であると。いささかニヒルな物言いですが、世界史を見ると確かにそう。国境を接する国は大体戦争してますし、ある国なんかは国がなくなっちゃって、で100年後に復活するとか、もう奪って奪われる、まあ、あえて言葉を厳しくしますと殺し殺されるような世界。一方国内では戦国時代のようなこともありましたが、まあまあほぼほぼ平和、国がなくなるような危機はほぼほぼなかった、まあ、唯一あったとすれば73年前の、敗戦、 GHQ、まあ、事実上のアメリカが入ってきての占領、この時が亡国、国がなくなる危機だったのかなと、まあ、そういった歴史もあっていささか日本人は平和に関してこうちょっと理想を追いすぎというか、ちょっとまあボケている感じは否めません。平和というのはですね、じっと待ってたから訪れるわけではなく、勝ち取らなければならない、そして一度手にした平和はそれを手放さないための努力を続けなければならないというのが残念ながら、世界の常識です。というと、じゃあお前武器持ってどうすんだよ、武器持ったら侵略に行くだろうとか、ね、あまりにも短絡的な話、武器を持ったからといってそれ使う使わないは本人次第、圧倒的な武力を持っているからといって誰もが使うわけではありませんし、まあ、そんなこと言っちゃうと、ボクシングの世界チャンピオンが街歩いてるとただのならず者になっちゃうでしょ、ね、俺強いんだぜってバシ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 ってただの通り魔になってしまうんです。危ない人になってしまいます。いや違いますよ。ですから圧倒的な武力を持っていてもそれを使わないという確固たる意志があればいいだけ。その確固たる意志とは平和への意志、つまりこれは、自衛する能力、我が身を守る能力を持たなければ平和というのは維持できないということ、なぜなら、自分たちは平和を愛してます、平和を愛する諸国民を信用していますと言ったからで狙われないわけではない。ことは竹島を奪われ、北方領土を占領され続け、尖閣諸島にちょっかい出され、そして北朝鮮に同胞を拉致されている我々が、我々だから知っていることではないでしょうか。そもそも今我が国は平和なのかというところにまで行き着きます。私がですね、自衛力、防衛力の大切さに気づいたのは中学生の頃でした。中学生の頃、これでもですね、中1の1学期はすごく真面目な子供で学級委員とかやってたんですね。と、小学校6年生の時までは同級生で同じようにランドセル背負ってたやつが、中学校に入ると急にボンタン履いてリーゼントしてきてね、あのヤンキーになっちゃうんですよ。でヤンキーになった途端学級委員とか標的で、平たく言うといじめられました、そんな深刻なものではないんですがね、まあ、ことあるごとに揚げ足取られたりとかして、で2学期になってもうめんどくさいからやめちゃったんですよ、まあ、先生に泣きついてねやめちゃった。そうすると今度、負けた人間に対して調子に乗ってくるのがそういう連中、半歩下がると半歩踏み込む、下げた頭を踏みつける、そういう人たちっているんですよ。でどうなったか、
今度はですね、こと春ごとにいびられる、体育の授業中に後ろからバスケットボールを頭にぶつけられたりとかですね、放課後の家庭科室に呼び出されてなぜか説教、お前うるせえんだよって、授業にも出てないヤンキーに言われたくないんですが、まあ言われてね。でもこれ不思議なもので、人間というのは一度引いてしまうとそれを負い目として、あそうですかって従ってしまう、まあ、そんなことがですね、1ヶ月ぐらい、2学期始まって1ヶ月弱ぐらい続いた時にですね、まあ、彼らはちょっと選択肢を誤ったのか、私学級委員とかやりたがるくせに、感情の沸点がちょっと低い、いささか低い、まあ、昭和的表現で言うと瞬間湯沸かし的な性格なもので、ある日ある時の挑発があった時に、その、語学友の胸ぐらをクッと掴んで、屋上の方まで1回半分ぐらいですかね、グーッと引きずり上げて、ちょっとね、こうボディーコンタクトを取ったと。そうするとですね、彼ら、まあ、ヤンキーの連中っていうのは仲間意識だけは高いんで、ボーッと止めに入って、でその時はそれで終わったんですが、もうね我慢できねえなと思ったんで、私は、かつてグレン隊にスカウトもされたことがある、私のパパが帰宅するのを待ってですね、お願いだから喧嘩の仕方を教えてくれと、お願いしました。虫も殺さぬ本ばっかり読んでるような、平和を愛する諸国民のような少年だったのですが、ですから、パパは非常に驚いたのですが、事情を聞いて、うん、あのな、今日明日でやって勝てるほど喧嘩は甘くないぞと、ただし秘策を授ける、それを死ぬ気でやる、骨は拾ってやる、中学生に何を教えてるんだと今なら思いますが、まあそれともう一つ、そういう徒党を組んでやる不良のような連中は毅然とした態度で接するとそれ以上やってこない、もしみんなの見てる前でからかってきたら、よし今すぐここで決着つけようか、いつでもやろうと。いえ、素直な私はその通り翌日そういうシチュエーションだったんで言いました。だからバカバカしいとか言って退散していきました。以後私は我が身を守るための自衛力をつけることにしました。したところですね、まあ、その後完全無欠の平和が訪れたわけではなく、ですね、他の学校からヤンキーが転校してくるたびに、なぜか私にですね、こうコンタクトを求めてくるような、コミュニケーションを取るようなことは多々ありましたが、まあ、それでも概ね平和な、中学生活を過ごすことができました。そうした経験も踏まえてですね、防衛力を持たないというのは論外だなと、まあ、あくまで、一中学生の私的体験に過ぎませんが、我が身を守る力がなければ我が身を救えない、もちろん自分のやりたいこともできない、そしてヤンキーにね、うるせんだよお前黙ってるって言われるぐらい理不尽を甘んじて受け入れなければならなくなる、嫌だなと思って自衛力を身につけた。誰だって戦争なんかしたくないですし、平和が続く方がいいに決まってます。しかしその平和を維持し続けるには我が身を守ること、国家でしたら国を守る力というのは絶対的に必要なんだなと、これは確信している、平成最後の終戦記念日の今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。そして今回も最後にワンコのコーナーです。安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる、あの病気だってあなたに会えたから。